皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんと妹の今吉です。なぜ今私の顔にモザイクがかかってるかというと、今吉さんもデフォルトなんですけど、先ほど美容室に行ってきました。そしてそこの美容室で何をしたかというと、エクステ、要はつけ毛をつけてきたんですね。前髪につけるってどういうことですか、妹吉さん。前髪の量を少なくしたり厚くしたり自在にね、はい、変えることができるんですよ、エクステは。どういうことですか、前髪の量を少なくするのになぜつけ毛をつけるんですか。それ私に聞いてるんですか。あ、はい。ここをこうやって少なくしていくと、はい、髪の毛の前髪の量が少なくなるじゃないですか。はい。でこの部分にエクステ、つけ毛をつけて、はい、でこうやって横に流すことで、この横の髪の長さと同じ長さになって前髪の量が少なくなるっていう感じなんですよ。要は本当にその頭の前髪の真ん中の量を少なくするために、もともと本来前髪の真ん中辺にあった髪を横の髪の毛に無理やりしちゃうために長くするっていう、まあ見た方が早いです。じゃあ青木かのんさんに登場していただきましょう。だー、どうでしょう、妹吉さん。結構変わりましたよね。変わったよね、うん、なんか写真、美容師さんに撮っていただいた写真あるんで、こちらに美容アフター載せておきますが、これを見れば、あ、かのんちゃんがやりたいことって、あ、こういうことね、なるほどってわかると思うんですよ、うん、結構そのつける前って、芋っぽいっていうか、その前髪のなんか横の幅が長かったんだよね。でそれを前髪の幅を狭めたってこと。で前はこんぐらいあったからピシッとまっすぐなってる感じだったのが、それを狭めたから、じゃあ狭めた分ここのサイドにあったやつがサイドのこの髪の毛になったんですよ。だから私今ここに今つけてるんですよ、実は。でも見えないのね。すごい。そう、全然わかんないんですよ、ほら。わかります？わかる、妹吉さん。わかんない。わかんないよね。で実は妹吉さんもつけてるんですよね、それ今。うん、つけてるつけてる。そう、今ね全くわかんないんですよ。なんかエクステってその編み込み部分が目立つっていう、なんか固定概念あるよ。そう、固定概念あるんだよ。でうちもなんか嫌だなと思ったんだけど、妹吉さんに紹介してもらった。どこのお店でしたっけ。原宿のアフィーロっていうお店です。アフィーロ、ステマじゃないですよ、うん、全然。さっき行ってきてめちゃめちゃ良かった、うん、もうやってよかったなと思った。あそこ行くとね、自分がね、うん、なんだろう、変わった感じがして、うん、心がね豊かになる。豊かになる。なんか前髪の安定は精神の安定みたいな。あ、そうそうそう、人生楽しくなるもん。そう、うちなんか前髪失敗した時って、うん、すごくその一日のモチベ下がるんだよね。分かる、憂鬱になる。憂鬱になるよね、もう話しかけてくんなみたいな、うん、なんかどの角度から見てもブサイクに見えるって思っちゃう。でもさ、それってさ、一種のさ、うちら病気だよね、前髪に対する。そのずっとパッツンだからね、うちらは。そう、うちらパッツンなんですよ。え、もうパッツン歴何年ですか。私は8年。長っ。え、うち6年。あ、6年じゃないわ、5年ぐらい。先輩なの。まあ中1からパッツンだからね。うちは大学3年代からパッツンだ。おでこ見せらんないもん。え、でもさ、なんでおでこ見せたくないの、今来ちゃう。だって女子じゃん。女子ってさ、やっぱおでこ丸いじゃん。いや、ずっとさパッツンだったからこそ見せらんないんだよね。あ、わかるでしょ。なんとなくそのうちでいう、その最近帽子かぶってたじゃないですか。今はかぶってないですけど、その帽子かぶってる時がなんか服着てる時で、外した時服脱いだ時みたいな、なんか裸を見られてるみたいな。そうそう、うちよくあるのが、うん、ちょうど春から夏に変わる時の衣替えの時、うん、ちょっと夏だから、うん、ちょっと肌を出すじゃん、うん、あとビーチサンダル履いたり、うん、ヒールとかになったり、うん、露出みたいなのが増えるじゃん、うん、そん時めちゃくちゃ恥ずかしくなる。あー、わかるわかる。それと同じ。うちはあんまり露出しないんですけどね。もう守りに入った服装ばっかするから。でもうち変わっていきたいんだよ、今年。だからこの今回前髪ちょっとイメチェンっていうか、今まで重ためのどっちかというとこけしっぽい前髪したじゃん。それを変えたいなと思って、今までガチガチにそのスプレーで固めてたから、ちょっとどっかしら前髪違和感っていうかさ、なかった。逆にね、うん、固めすぎてね。でもこれで結構ナチュラルって思ったんだけど、さっきパパ吉に、お前なんか汗びしょびしょに描いた人みたいだぞって言われたんだけど、じゃあ川吉は分かんないから。分かってねえな、ほんなに。分かんないから、ほんとに。川吉に言われたよね、あれあんた汗かいてんのみたいな、うん、違う、これ今流行りの
シースルーって言うんですよ。そう、わかんないかな。どうどうですか、偉大なお姉さんはどうですか。いや、あんま可愛くないっす。え、あんま可愛くないっす。ねえ、ねえ、たまには褒めてよ。いや、可愛くないっす。ちょっとは可愛い、可愛い、可愛い、ちょっと可愛い。え、本当は、うん、パキチの方が可愛い。うわ、人生終わった。50代のおじさんの方が可愛いの。やばいわ、それは。それはもう、いや、可愛いよ、可愛い。ほんと可愛い、可愛い、似合ってるもん。え、本当に似合ってる。え、今までさ、いろんなさ、その前髪って言っても、もうずっとパッツンだけど、ちょっと分け目描いたりとかするアレンジでだったじゃん、うん、でも、今回さ、こうやって一気に変えたじゃん、うん、どう、今までのやつと今回のやつ、こっちは一番似合ってると思う。え、似合ってる、本当、うん、怖いんだよね、うち正直。そのおでこを見せるっていうことがさ、うん、結構、まあ元男の子だから、その眉骨とか気にしちゃうわけよ。あ、眉骨ね、この今見えてる。でも、え、今回のやつが一番、うん、え、似合ってるんですかね。あー、一番似合ってると思う。本当に、うん、やば、芋吉。だってね、視聴者さん、今まで芋吉とうちらのさ対談動画とか見てたと思うけど、こんなに褒めてくることなかったですよ、今まで。あります。ね、ね、だいたい否定しかしない。そうっすよ、天の尺ってイメージしかなかったですからね。いや、じゃあ褒めてもらえるってことで、まあ、芋吉とお揃いってことで今。いや、なんか尺に触るな。同じ店でね、つけたしね。あ、でもうちのが本数多いから。いや、うちはね、もう前からね、あの前髪の量少なくするためにね、ここまで伸ばしたの、一回。だから別に本数はね、今足りてるんだよね。はい、うちの方がシースルーの先輩ってことで。ほんとにゃあ、でも、ほんと雰囲気良かったよね、お店の雰囲気も。うん、めちゃめちゃいい人だった。なんか YouTuber なんか大好きみたいな感じの人だったから、うん、すごい店長さん良かった。店長さんにやっていただいたんですよ、うん、でめっちゃ可愛い声を出すさ男の子いなかった。あ、いるね。なんかうち、いや、これなんだろう、失礼な言い方になっちゃったら申し訳ないけど、ゲイの方かなってうち思ったの。うん、うちも最初そう思った。すっごい可愛い人だったよね。可愛かった。めっちゃ可愛い喋り方で、なんか萌え袖みたいな感じで、あ、可愛い。で、可愛かったよね。あの、マダムの方に人気だそうですよ、その方は。あ、ね、ぽいな。ね、ぽいよね。絶対あのマダムの方の年齢層にドストライクな可愛い男子だよね。うん、あ、私は萌えないですかね。あ、失礼なこと言った。いや、燃えるわ。ね、燃えるわ。燃えるわ、ね。いけるわ。あ、失礼な反応した。いけるわ。もう、怖いわ、本当に。いけるわ。もう、だいたいこうやって上げ足を取ってきますからね、絶対。うん、どっかしらで。もちろん。もちろん。いや、認めるんかい。認めるんかい。上げ足取るの大好きって。怖い。うわ、今回のそのまあ皆さんにあの伝えたいことは、あの今まで私は何回も美容室に行く動画を出してきて、前髪カットしましたって出してきたわけよ。ああ、そうだよね。うん、その度にあれ全然変わってないよって毎回それがお決まりだったんだけど、今回は変わったんじゃないかなっていう。うん、うん、ちょっとね、あの分からない人からしたら、あ、彼女汗だくなのって思うかもしれないけど、違いますからね、これは。ワックスですか。ワックスです。そう、今日はワックス。エクステついてるか分かんないぐらい自然だからさ。あ、そうそうそう、エクステ本当についてるの、これ、うん、これ全部エクステ、ここ、うん、細いんだよね。そうだよね。そうそうそう、普通のエクステ1センチなんですよ、うん、でもこのアフィーダのエクステは 0.2 ミリぐらい。やばいよね、うん、そう、本当に地毛に馴染む感じだから、うん、良かったです。うん、うん、良かった良かった。これでやっと青吉イメチェンできたって認めてもらえると思うんで、あの、もし青木あ変わったねっていう方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。うまいでしょ、このやり方。合わせてきやがったなと思った。そうでしょ、うまいでしょ、うまいでしょ。10分超えたから、ね、そろそろ終わらせようとしてるのかなって垣間見えた。そんなことないよ、別に。広告5個つけられない。違いますよ、あの
ね、伝えたいことをみんなに伝えられたから私はもう十分だなと思って、より良い動画をね、これからも作っていけるように頑張りますんで、ぜひ高評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、そして青木かのんの秘密箱はぜひ、画面の下にリンクありますので、そちらも、チャンネル登録してね。あと芋吉のツイッターもありますので、そちらもフォローしてください。また次の動画でお会いしましょう。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下。